バスタブの泡のその中で手足を伸ばして深呼吸をした。リラックスしなきゃ可愛くなれない。難しい顔は女の子の敵。まぶたを閉じてたらなんだかまぶたくなってしまったのよ。ちゃんと閉めてない蛇口から水滴がポタポタ。催眠術いつの間にか線が抜けてたかも。ぐるぐるとお湯が渦巻いて排水口に流されてゆく過去の全て。そんなこと起きたら面白いって密かに妄想してたけど、まさか私まで穴へ吸い込まれる不思議な体験。ぐるぐるとお湯が渦巻いて排水